そろそろ選手、うん、まだまだあと何年かはやりたいとおっしゃってたけど、はい、その後のことも少しずつそうね考えてるっていうことがね、はい、ああいう人がああなったらどんなああいうああいう言えないことがね、そうなのなるのかっていうまた楽しみがどんどん増える、もう楽しみがどんどん増える。また若い世代がどんどん頑張ってるし、はい、で、まあ、森保さんもそうだけど、あの世代が監督に今なってすごくいいチームを作ってて、でもっと上の人たち、まあ、西野さんとかもそうでしたけど、はい、あんなすごいことになって、もっとその上の世代も幸せすぎる。ああ幸せ。もう収録も皆さんがもう本当こんだけ前のめりになって、私途中勝村さんが前に出て見えなかったですもん。どうでしょう。落ちそうになったからね、ここに座っちゃおうかなって思った時があったから。そのぐらい大盛り上がりの収録でした。皆さんぜひオンエアご覧ください。まとめたな。